こいつ本当に手負いか。メイク、無駄な抵抗はよせ。すでに勝敗は決している。おとなしく投降せよ。くどい。このカムナビ、敵の思い通りにはならぬ。あなたの敵はもういないよ。お主は。急に感情が戻って混乱してるんだよね。驚かせてごめんなさい。皆さんも武器を収めてください。ミオちゃん大丈夫。カムナビは無防備な相手を攻撃しない。なぜそう言い切れる。あなたの戦道はそんなところにないと思うから。大した度胸だ。俺に用があるのだろ。話を聞こう。結論から言おう。僕たちとシティへ来てほしい。シティ？どこのコロニーだ。コロニーっていうか、なんていうか、特別な場所だ。ここよりは安全を保証できる。もちろん不当に拘束したり何かを強要する意図はない。ではなぜ俺に関わる。お主たちの望みは何だ。あなたがあなたらしく生きること。俺らしく。思うまま生きるという道を俺たちに教えてくれた人がいた。だからあなたには自由であってほしいんだ。自由。カムナビ。気にするな。少しうずいただけだ。もしかしてまだミヤビちゃんの影響が。いや、これは生まれつきだ。見えぬということ以外大事はない。王と戦った時のかもしれない。あの痛みと引き換えにカムナビは自由を勝ち得た。もしかしたら今も。先ほどの話だが、一つ条件がある。あの者たちにも俺と同じ待遇を約束してくれ。元よりそのつもりだ。安心してくれ。感謝する。たとえどんな状況であろうと、寛容なのは今。どう生きるか。彼らもじきにそう気づく。俺は進むべき道、我が戦道を見つけたい。労働しよう。そのシティとやらに。ありがとう。歓迎するよ。ところでカムナビは高いところは大丈夫？どういう意味だ。驚くかもしれないから先に言っておこうと思って。うん？すぐにわかる。準備ができたら声をかけるよ。わかった。心して待とう。気候の日時計。皮肉だけど、ミヤビが今ここにいるのはこれのおかげなのね。
老幼磁石、重厚金言、冷静沈着、単線不動。大丈夫だよ、もう着いたから。高いの苦手だったのか。鉄巨神はガンガン乗り回してたのにな。それなんだけどさ、昔の話すんのやめね。あいつただでさえ10期で生まれてるしさ、今に集中したいじゃん、きっと。どうした？いや、ユウにはいいやつだなって。はあ？なんだよ急に。おい、トラビス。会えてよかった。実は厄介なことが起きて。おっと、ボスには内密に頼むぞ。俺の言及がかかってる。前置き長えっての。で、何があったって？ゆりかごの一つが何者かによって開けられた。侵入者か。わからん、そういった形跡はなかった。目覚めた兵士も消えちまってな。お前たちも知ってる、あれだ、ほら、あの銀髪の。まさかエセル？そう、エセル。なんでこう次から次へとって愚痴ってる場合じゃないんだが。そういう事情であれば俺も手を貸そう。どこを探せばいい？どうした？親切だなってびっくりして。俺もゆりかごから出たばかりだ。これも何かの縁だろう。そのエセルという兵も途方に暮れているかもしれん。思い出したわけじゃないのか。それにお主。ん？俺？やけにくたびれている。あまり無理をしない方がいい。おいおいおい、若さ自慢か。泣くぞ。あ、悪い、あいつ生まれたばっかで。とにかくだ、シティに出入りできるやつは限られる。今まで不審な動きがないなら犯人もエセルもここのどっかにいるはずだ。ああ、まずはモジュール格納庫で手がかりを探そう。頼んだぜ若者。その間こっちは報告にあったお仲間を引き受ける。ムンバとハクトどうなるの？まだ本調子じゃないんだろう。異常がないか検査して、そっからはまあ経過観察か。どっちにしろうちの預かりになる。皆のことよろしく頼む。おーおお、任せとけ。俺は作戦司令室にいる。進展があったら知らせてくれ。このような高所でさぞ心細いだろう。ああ、うん、まあそうかもな。よっ。確かに覚えたよ。
本当に空っぽだ。確かにエセルのモジュールだが、犯人はなぜ彼女？とっ捕まえりゃわかる。バッチリ痕跡も残してくれてるしな。足跡があちこちに。慌ててたみたい。エセルのじゃないよね。だとすると、行けばわかるさ。それに遠くへは行けないはずだ。とにかく追ってみよう。汚れた履物で歩き回るとは無礼なやつ。怒るとこそこなんだ。いいかな。うん、ごめんなさい。もうまだ何も言ってねえぞ。言われなくてもわかる。もう悪い子の住み身を探しに来た。もう迷惑かけるつもりはなかった。もう住み身はただガッチのかくれんぼを堪能したかった。もうかくれんぼとは何だ。いけないところにあえて隠れる究極の遊びも。あえて金を犯していると。もう怖い顔しないでほしい。もうではなぜゆりかごを開けた。パネルに乗ったら開いちゃっただけ。もそしたら女の子が起きて、本当にごめんなさい。もう分かったから涙を拭け。腹までびしょびしょではないか。それでどうなった。目覚めた兵士と一緒ではないのか。怖くなってスミミは逃げてしまったもん。けどどこに行ったかは大体わかるもん。確かセントル大通りの方も。大前磁石、照明不悪。お、どうかしたの？気にしないで。ちょっとその落ち着こうとしてるだけだから。今の話トラビスに知らせたよ。スミミを迎えに来るって。ガチで怒られるわ。大ごとにはしないはずだけど、ちゃんと反省しないとダメだよ。もうスミミはトラビスに任せて、俺たちはエセルを追いかけよう。あの容姿だ。セントル大通りの人が何か見てるかもしれない。そうだな。
うん、行くとしよう。名前確かに覚えたよ。よっ、かなり気だ。まだ足がふらつく。無理しないでね。危ないところは私が見るから。エセル、ずいぶんと無茶をする。お主、怪我はないか？お主、どこかでどうかしたのか？いや、見えぬというだけだ。それより、カムナビ、グレンのカムナビ、エセル、わかるのか？私はどこかに行かねばと。どうして？無理しないで、ゆっくり見つけていこう。私たちも一緒にいるから。問題はこれからどうするかだが、シティにかくまうしかなくね。一気じゃまだ戦えねえし。お主はそれでいいのか？わからない。提案があるのだが、しばらく俺に彼女を任せてもらうことはできないか？それってエセルの面倒を見るってこと？自身の道行きを定められるまででいい。彼女には自由でいてほしい。なぜかは分からぬが、そう思うのだ。とにかく一度トラビスに相談してみよう。シティのことは俺たちの一存じゃ決められない。トラビス、またくたびれてしまうな。あれはくたびれてるわけじゃ。ああ、まあいいか。とにかくそれあいつに言うなよ。結構気にしてんだ。わかった、心に留めておこう。名前、予想外の展開になってきたな。路頭に迷った者を一人にはできん。責任は俺が持とう。事情は分かったが、あんたに子育てができんのか？子育てとは何だ？要するに、この嬢ちゃんを責任持って育てられんのかってことだ。嬢ちゃんではない。私の名はエセルだ。心折れそう。承諾してくれるならシティのために力を貸そう。至らぬ点もあるかと思うが、任された任務は必ずこなす。私も手伝う。うん？お主は戦えないだろう。だがカムナビの目にはなれる。お前に見えないものは私が見よう。ダメか？まったく困ったやつだ。困るよ、本当。少しは話を聞いてくれ。やっぱり難しいかな。俺の権限じゃ何とも言えん。そうか、モニカに相談してみるよ。
よしよし、わかった、こうしよう。エセルを任せる代わりにカムナビには戦力面で協力してもらう。それでいいだろうな。そんなにモニカが怖いのか。怖い。だがそういう理由で隠そうとしてるんじゃないぞ。あの人は背負うもんが多すぎる。休めっつっても聞きゃしねえしな。だったら俺はせめてその荷を軽くしたいって思うのさ。トラビスの戦道は険しいのだな。その心配り決して忘れぬ。この恩は必ず返そう。なあ、どうせなら100倍にしてくれよ。がめついぞトラビス。呼び捨てかよ。せめてトラビス副官にしてくれ。お主たちにもいろいろと世話になってしまった。気にしないで。そうはいかん。特に太陽、俺らしく生きろと言ってくれたな。まだ答えは分からんが、そうありたいと今は思える。そして気づけたことを嬉しく思う。俺に炎を灯してくれたのは貴殿だ。ありがとう。体温？いや、こんな話をする日が来るとは想像もしていなかったから。未来とはわからないものだな、本当に。うん、そうだね。きっと見つかるはずだ、カムナビとエセルらしい道が。ああ、それまではこのカムナビ、お主たちとシティのため戦おう。エセルは俺が見ている。心配は無用だ。関係が変わったみたいだ。関係が変わったみたいだ。少し研究室を見ていかないか。まだ何かが隠されている可能性もある。うん。なんだここは。あれってゆりかごだよな。この部屋覚えがある。何か知ってるのかカムナビ。俺はここで目覚め、ミヤビたちと出会った。じゃああのゆりかごは。ただのゆりかごではない。命を成人に近い状態へと成長させる機能が備わっている。そういうことか。 Y はこいつを使ってムンバたちを再生したんだな。カムナビ、そのゆりかごはまだ使えるのか。装置はかろうじて動いているが、なぜそんなことを聞く。おい、まさかエセル。我々の敵は人知を超えた存在で、人々の命を糧にする化け物どもだ。
お前たちはそんな連中と戦っている。なのに私は、今の私では自分の身を守るのがせいぜいだ。できることといえば皆の足手まといにならないよう後ろで見ていることだけだ。だがこのゆりかごを使えば。エセル、お主にはシティに戻り平穏に生きるという選択もある。それでもあえて戦火に身を投じ戦うために己の命を使うというのか。お主はいつもそうだな。言葉にした時点ですでに腹を決めている。ならばお主の思った通りにするとよい。カムナビ、いいの？彼女を私たちの戦いに巻き込んで。エセルの道はエセルが決める。もとより覚悟していたことだ。そもそも平穏な生を望むなら俺たちに堂々などしてはいまい。道は初めから彼女の中にあったのだろう。それは確かにそうだが、案ずる気持ちは同じだ。だが他ならぬ俺自身、戦道を求めんと生きる身の上、同じ求道者としてその覚悟と意志を尊重したい。他ならぬエセルの自由のためにも。カムナビ、無論俺の一存で全てを決めるわけにもいかぬ。俺たちの意思は伝えた。皆の意見を聞かせてはくれないか。どうする？気分はどうだ、エセル？ああ、問題ない。むしろ力が湧き上がってくるようだ。これで私も皆と共に戦える。礼を言うぞ。どうした、カムナビ？白金。白金とは何のことだ？いや、今のお主を見てその言葉がまるで何かに導かれるように。一体なぜ？この感覚はどこから？カムナビ、それは我々が今考えるべきは未来であり、共に何をなすかだ。違うか？私がお前の目になる。
あの言葉は今でも変わらないぞ。お前が道を示してくれたように、今度は私がしるべとなってみせよう。そうであったな。俺に見えぬものはお主が見るか。俺は俺らしく生きることを望んだが、その答えは未だ見つかっていない。だがお主とならあるいは。共に答えを探そう、カムナビ。私たちならきっとできるはずだ。関係が変わったみたいな。